がる神々が織りなす雄大な世界、駿河に臨む富士の峰にて新たな歴史が今動き出す。6代目お茶の子さいさい花恵美、軽やかに舞い踊るは風の神、光をまとい可憐にひらめく羽衣、木々をそよがし季節の香りを運ぶ。はっ、大地を揺るがすは雷の神、空を駆ける稲造は竜の如し、はっはっそういや強き鼓動とともに雷鳴がとどろく。お疲れ様でした、今年の獅子大祭での演技の感想について教えていただきましょうか。毎年獅子大祭は本当に楽しみにしていて、今年もたくさんのお客さんの目の前で踊ることができて本当に楽しかったです。今回は今年今3年生ので3年生が中心として作った曲の花恵美という曲がこの獅子大祭2日間でも踊り納めで終わりになってしまうのと、あとそれにプラスして今の2年生が中心で作っている道しるべという曲があるんですけど、それが踊り初め初めてのお披露目ということで、そちら2つの踊り納めと踊り初めというこの2本柱で頑張ってきました。では今のお茶の子さいさいで何か力を入れていることとか、これを頑張っていることとかありますか？その踊り初めをした曲がこれから1年、道しるべという曲はこれから1年踊っていくことになるので、また私たち3年生はもう今日で引退してしまうんですけど、2年生、1年生とこれから入ってくる新入生含め、その道しるべをもっともっといいものにして、お客さんに楽しんでもらえるような曲にできるように、これから1年もっと頑張っていきたいと思ってます。では引退、されるということで、何か後輩に向けて一言あったらお願いします。そうですね、お茶の子は本当にもう今となってはもう60人を超えるすごく大きなサークルになっているんですけど、それでもみんな一人一人仲がとっても仲いいサークルとなっているので、そのみんな仲間を信じて協力して、いいものを作っていってほしいなって思っています。ありがとうございました。お疲れ様でした。お茶の子さいさい、長き戦乱の時は終わり、希望の花が咲き誇る。はっ、心を一つに歌う喜びを、手を取り合って共に分かち合おう。いやー、どう虫の恵み受け、我らは鮮やかな花言葉で、ヒョー！